皆さん、こんにちは。GISC の静香先生です。今日は、やまびこごっこという遊びをしてみよう。やまびこというのは、エコーのことなんだ。山や谷で大きな声を出したら、その響きが聞こえてくるの。例えば、こんにちはって叫んだら、こんにちは、ちわちわって、聞こえてくるの。とても不思議だよね。このやまびこごっこの遊び方はとっても簡単なの。先生の言うことをそのまま真似すればいいの。例えば先生はあーって言ったら、あなたもあーって。先生はドレミって言ったら、あなたもドレミだよね。さあ、やってみよう。やまびこさん、はい。やまびこさん。まねこさん。まねこさん。やっほー。はい。やっほー。よっほ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 ー。よっほ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 ー。えへへへへへ。へへへへ、まねするな、まねするな。はい、上手。続くよ。やまびこさん、はい。まねこさん、はい。やまびこさん、やまびこさん、まねこさん、まねこさん、ララララ、ララララ、ドレミファソソド、ドレミファソソド、やっほほほ、やっほほほ、あ、おもしろい。面白い。本当に面白いよね。はい。じゃあ今日はここで。バイバイ。